こんにちは。隙間時間にサクッと学べる聞く本がお届けします。今回のテーマは自分の時給を考える。ご紹介する本はベストセラー時給思考。この話を最後まで聞くメリットとしては、自分の時給が分かって時間の価値とか1分の価値など、時間がいかに大切かが分かるとともに、自分の時給を上げる方法が分かります。自分の時給なんて考えたことないよ、どうも最近無駄な時間を過ごすことが多い気がすると、こんな方におすすめの一冊です。今回は1、時給思考とは何か、2、時間を4つに分けて管理する方法、これに絞ってご紹介します。それでは早速参りましょう。神奈川明則、時給思考。まず時給思考とは何ぞやという話をします。時給思考とは自分の時給に注目することで時間を管理して生産性を上げるという考え方のことです。ポイントは年収とか月収、日給という考え方をやめて、1時間あたりの時給を考えることなんですね。また1日1週間、1ヶ月、1年という長期的な時間の感覚をやめて、1時間とか15分単位でどれだけ価値を生み出すことができるかということに集中することです。この本、時給思考の結論的には、無駄な時間をなくして自分の時給を高めていく時間の使い方をしようっていうのが結論です。皆さんは自分の時給がどれくらいか計算したことってありますか？ざっくりとした計算方法は、月の手取りの給料割る1日の労働時間かける週休2日であれば、まあ20日と、これをすれば基本的な自分の時給っていうのが出てきます。これ面白いのでぜひやってみてください。例えば月手取りが20万円で、1日8時間労働かける20日だと時給1666円です。他の例だと手取りが30万円で、1日残業含め10時間労働、実質週1休みで、月に働く日が24日だとすると時給が1250円になっちゃいます。さっきより手取りが30万円でいいはずなのに、時給換算だと低くなっちゃいましたよね。はい、皆さんもぜひやってみてください。計算してみた方はいかがだったでしょうか？自分の時給を思ったより低いなっていう方が多いのではないでしょうか。この計算式が面白いのは、仕事をすればするほど、残業すればするほど時給が低くなっちゃうことです。もうブラック職場で残業すれば残業代つくかもしれませんけど、それって残業代ってね、決して高いものではないので、時給で計算するとまあ低くなっちゃうわけですよね。つまり年収とか月収ではなくて、時給を出すことの意味って2つあって、自分が月収分をどれくらいで働いて稼いでいるかっていう労働コスパを出せるっていうのがあるんですね。あとは自分の1時間の価値っていうのを知るということです。月収が15万円でも、1日のうち午前中だけ3時間働いて週3休みという人の時給は、これいくらぐらいだと思いますか？なんと3125円で、結構高いんですよね。まあ、15万円、手取り15万円かもしれないけど、働いている時間が1日3時間って短いからですよね。で、自分の1時間の価値って皆さんこれ意識したことがありますでしょうか？この本の中ですごい印象的なフレーズがあって、それが時間とは命。まあ、確かにそう言えますよね。で、時間を奪う、電話とか会議、自分の時間を奪う人っていうのは、これ殺人者だというふうに指摘してます。まあ、過激な表現ですけど、いやこれまさにその通りだなっていうふうに納得しちゃいました。ということで、命と同じ価値を持つ時間、貴重な自分の1時間の価値を時給思考で理解して、無駄な時間をなくして1時間あたりの生産性を最大限に高めていこうっていうのがこの本のポイントなんですね。いやけどさ、なんか1日の時間って YouTube とか見てたらあっという間に経っちゃって、ついついやるべきこと後回しにしちゃう自分がいるよねっていう方も多いのではないでしょうか。まあ、私もこれまで時間の価値っていうのをよく理解していなかった頃は、まあ、本当に無駄な時間を過ごしてきたなって思います。けど、まあ、これ後悔してもしょうがないので、本書に載っていた時間を4つに分けて管理する方法、これから紹介します。これを使って有意義な時間の使い方をしていきましょう。早速ご紹介します。4つの時間とは、1、最低限必要な時間、これ寝るとか食事とか、2、達成のための時間、まあ、目標に向かって頑張る時間ですね。3、楽しむ時間、4、無駄な時間、この4つです。これすごく分かりやすいですよね。はい、順番に説明していきます。
1つ目の最低限必要な時間っていうのは寝るとか食事とかトイレとかですね。でよく成功者の本に睡眠時間を削れってね書いてあるものもあるんですけど、これ適切な睡眠時間って人によって違うのだそうです。最高の睡眠法っていう本を読んだことがあるんですけど、これによれば 4,5 時間の睡眠でも大丈夫な、ショートスリーパーと呼ばれる人、8から10時間くらいの睡眠が必要なロングスリーパーっていう人は、これ遺伝によって決まる部分が大きいのだそうです。自分の場合は7時間以上が適切だなって思います。7時間ないと次の日にちょっと眠くなっちゃうなっていう感じですね。でこのあたりはもう自分でテストしてみて、自分がどれぐらいがちょうどいい睡眠時間かっていうのはもうチェックしてみるしかないですね。で睡眠は時間も大切なんですけど、それよりも質が大切と言われています。いいベッドとかね枕にすると少しくらい睡眠時間が少なくなってもすっきり寝れて回復できる効果はあると思います。だからね、なんか車、いい車とか買うのであれば、いいベッドとか買った方がいいんじゃないかなと思います。100万円のベッドとかありますからね。はい、あと食事の時間なんですけど、これ工夫次第で短くすることはできそうですよね。うちでは朝ごはんはシリアルとヨーグルトなので、3分で用意して食べ終わります。お昼休みは愛妻弁当で20分で食べ終わって、昼休み残りの40分は読書したり、SNS で発信する時間というふうにしています。夜ご飯は楽しむ時間も兼ねて、1時間くらいで食べています。皆さんはいかがでしょうか。はい、次が一番大切な2つ目、達成のための時間です。達成のための時間というのはブログで月5万円稼ぐとか YouTube の登録者数1000人というような目標を達成するために使う時間です。努力する時間って感じですね。ブログで稼ぐためには記事を書かないといけない。YouTube で登録者数を増やすためには、動画を作成するだけでなくて、もうどんな動画が見られそうかっていうのをリサーチとかね、どんなタイトルをつけたらいいかとか、そういう時間もかかりますよね。で書いたブログを Twitter で拡散したりとか、 YouTube 動画のアイキャッチ作るとか、ほんとたくさんのことをする必要がありますよね。目標達成のために、コツコツ継続積み上げするのがこの時間です。一番大切な時間になります。はい、3つ目の時間が楽しむ時間。人によって楽しいと感じることは違うと思いますが、ゲームするとかね、映画見るとか、漫画読む、甘いものを食べてぼーっとするなどいろいろありますよね。毎日楽しむ時間が1分もないっていうのはちょっと辛いですよね。ただ楽しむ時間が多すぎて達成のための時間がないっていうのは問題です。私もゲーム大好きなんですけど、ブログとかね、 YouTube、 この音声の収録がすべきことが終わった後でやるようにしています。4つ目、最後は無駄な時間です。これはもはや説明不要ですよね。例えばテレビを見る、 SNS をダラダラ見るといったのは無駄な時間の代表格かと思います。この他私は髪をセットするとか、通勤時間、買い物に行くってことも割と無駄だななんて最近思います。通勤時間が片道1時間かかると、往復で1日2時間無駄にしているっていうことですよね。いや、通勤中に本読んだり勉強できるから無駄じゃないっていう人もいるかと思いますが、やっぱり満員電車で本を読むよりも、スタバとかカフェで本を読んだ方が多分はかどりますよね。通勤のためにスーツに着替えるとか髪をセットするのも本当無駄だなって思います。以前は髪をワックス使ってセットしたんですけど、最近ちょっともはやめんどくさいし、これ無駄だなって思ってセットするのやめました。ということで、ここまで4つの時間をご紹介したのですが、成功するための時間の使い方のコツは、無駄な時間をゼロに減らして達成するための時間を増やす、これにつきます。当たり前といえばね、当たり前なんですけど、これもう正論だなって思います。さらにストイックに行くのであれば、もう寝るとか食事に使う時間と、あとその楽しむ時間っていうのも極限まで減らした分を2の達成のための時間に使うってなります。やはり楽しむ時間と達成するための時間、この2つのね、せめぎ合いなんですよね。で、ある程度まで結果が出る、ブログとか YouTube とか結果を出すためには、もう楽しむ時間はかなり減らしちゃってストイックにやった方がいいんじゃないかと思います。もう自分にね、スーパールーターになって頑張っていきましょうというところです。受験勉強とか資格試験などで頑張った経験がある人は、きっと一番集中している期間はほとんど楽しむ時間なんてなくて、もう勉強していたのではないでしょうか。こうした経験がある人は、きっと社会人になっても何か目標を達成することはできます。で、自分もゲームが大好きなので、
1日に1時間くらいすることが多いんですけど、今日やるべきことが終わったらご褒美としてゲームをするっていう感じでモチベーションをコントロールしています。これも中学とか高校の時と変わらないですね。やっぱなかなか人間変わらないですね。はい、ということで今回は自給思考から、自給思考とは何か、時間を4つに管理する方法についてご紹介しました。この本で出てきた中で印象的だったフレーズが、タイムイズマネーではなくタイムイズライフということです。時間はお金と同価値以上に、時間とは命と、こう言ってるんですね。これは年を取るほど実感しています。時間とは命、このフレーズはドラゴン桜を書いている三田紀房さんの漫画インベスター Z でも出てきて、すごく衝撃を受けました。このインベスター Z もめちゃくちゃ面白いので、よかったらぜひ読んでください。はい、今回は自給思考の基本的な考え方を前半としてご紹介しました。前編ですね。次回後編では自分の時給の上げ方について解説しますので、よかったら聞いてください。聞く本では幸せに生きるためのビジネス書の解説を行っています。時間管理とか目標達成についての本としては、ティモシー・フェリス週4時間だけ働くとか、マナブさんの積み上げ力なども解説していますので、よかったら合わせてご覧ください。まだ聞く本ではこうしたビジネス書の解説をスタンド FM やヒマラヤなど音声コンテンツラジオでも配信しています。ラジオ配信のコツとか、ラジオでうまく話すコツも配信してますので、よかったらぜひフォローしてください。はい、今日も一緒に勉強できたですね。とっても嬉しいです。よかったら次回もお付き合いください。聞く本がお届けしました。どうもありがとうございました。